モアでログファイルを表示したレーモは UNIX 系のシステムにおいてテキストファイルの内容を閲覧するために用いられるプログラムである。この種のプログラムはページャと呼ばれる。モアは非常に原始的なページャでもと表示領域を全方向に進めることしかできなかった。しかし最近の実装では5方向へのスクロールも可能になっている。 モアコマンドは1978年、カリフォルニア大学バークレー校のダニエル・ハルバートによって書かれた。最初に 3.0BSD に含められ、それ以降ユニックスシステムの標準プログラムとなった。MS d o s にもモアコマンドのクローンが存在する。構文は次の通り。m o オプションズ、ファイルネーム。ファイル名が指定されなかった場合、m o は標準入力を使用する。 モアコマンドは入力が与えられると現在のスクリーンに表示できるだけの量のテキストを表示しユーザーからの入力を待機する。入力にフォームフィードが含まれていた場合もテキストの量に関わらずその位置で待機する。この際、スクリーンの左下隅にモアという文字と現在の位置を表すパーセンテージが表示される。ファイルの終端に到達するとモアは終了する。 最も一般的なスクロール方法は Enter キー、スペースキーである。それぞれ行単位、画面単位で表示領域を進める。使用方法の詳細はマンパゲを参照。ありがとうございます。